今回のテーマは、えー、っと無意識を味方につけるということについてお話をします、えーまあ、このコーチング理論を学んで、まあ、実践していくということの中でですねどうしてもこの、えー、無意識を味方につけるということは避けては通れないっていうか、まあ、うど真ん中の話なんですけれどもで我々の脳の活動ですよね、まあまあ、大半が無意識で行われている。 というふうふに言われてますし、えー、と実際そういうことですけれどもこの無意識が、えーとまあ、どうしたいかによって <laughs>、えー、自分がどうなるかっていうのは決まってくるわけですよね要は例えばあの意識の中で、えー、変わりたい変わりたいって言っても無意識が変わりたくなければ変わらないわけですね。自分を思い切り変えていきたいんですって口で言うんだけれども無意識は全然現状維持の状態を維持すると。 それははもうう無意識は変わらなくていいといいうとうに思い込んでるんででるすね。確信してるわけであってそれを意識で一生懸命動かそうと思ってもなかなか動かないというかほぼ動かないという状況になりますということですね。まあ、いう事トマチも当然あのいろんなところで教えてくれてますけれどもこの無意識をとにかく味方につけるために、まあ、どういうことをやっていけばいいかっていうことの方法論をですね うん本当に山ほど教えててくれてますで我々はあのもう,もう2009年10年ぐらいですからもうかなり長い期間ずっと学んできててですねその技の意味もですね日々いろんなことをこう、まあ、コーチですからクライアントに対してコーチングセッションの中で、えーまあ、働きかけをするわけですね無意識から無意識へいろんな書き込みをしていくわけですけれども。 えーまあ、一つもう一つのキーワードとしては編成式を徹底的に活用していくわけですけれどもあの、まあ、編成式、えーまあ、我々はあの通常編成式なんですけどね、えー、常に別なことを考えているというねでその別なことを考えているその編成式の状態とこの無意識の、えー、どのように味方につけるかっていうところをうまくこうなんていうんでしょう絡めて、えー、関連づけて,てっていうか あのそういうさまざまな、えー、あの無意識非言語コミュニケーションの技の中にあるわけですねこういうものを友達博士からずっと学んできている中でコーチングセッションの中でもしくはコーチとして日々いろんな活動をする中でそういう技を あのどんどん当然ながらあの使っていくわけですけれどもそれがまさにクライアントとのコーチングセッションの中で、えー、クライアントの無意識に働きかけをしてまさに内部表現書き換えということですけれどもあのすこトマが外れる瞬間を作り出していくということにもなるわけですね。これはあのなかなかこう全部言葉で説明することも、えー 困難な部分でもあるもちろん非言語の部分なので、えー、さらに説明しづらい部分でもあるんですけれどもだこういうのは実際セミナーに来ていただいてで実際ワークをやっていただきながらその体感していただくということに、えー、実際になるわけですけれどもそのためにもあの場を共有して、えー、定期的にセミナーとかあとは徹底的にそれをあの自分のものに身につけて一生もの技術ですから。 あの身につけていただくためにまさに認定講座があるわけであって、えー、っと認定コーチになるための遠回り式コーチ認定コーチ養成講座あに飛び込んでいただければもう徹底的に学ぶことになりますけどでこれがなかなかこう言葉ではあの説明しづらいのでぜひ来てくださいというしかないんですけどねで今日一つその結果としてどういうことが起きるかっていう話をあのせっかくなんで、えー、ここでお話をし,しようかなと思って。 お話をします、えー、とまずはだから先ほど言ったようにコーチングセッションの中で、えー、とこの非言語コミュニケーションの技ですよね結果として無意識をあのから無意識へいろんなものを伝えていく、えー、とあとは変性成式の状態をうまく活用していってですね、えー、クライアントの内部表現、えー、目の前にいる人の内部表現をどんどん書き換えていくということを、えー、とやっていくわけですけれども その結果としてあのやっぱりコーチングを受けることによって初めてコンフォートゾーンが思いっきり移行しましたとかね、えー、今まで本で読んでて理解してたつもりがやっぱり体感が実際起きたのがまさにコーチングセッションのあの瞬間でしたっていうことが起きるんですね。自分自身も友達博士のコーチングを受けた時の一回一回のその印象ってすごく記憶に残ってて。 そういういことが起きるんですね。そのコーチングセッションの中での記憶は体感とともにすごく浄土記憶として強烈なハイエフィカシーな浄土記憶ですけれども、うん、本当に過去は関係ないんだ思いっきり未来が切り開くんだっていうその体感とかですねもう口では説明できないんですけれども強烈にエフィカシーが上がった瞬間とかそういう、えー、浄土記憶はですねしっかりと残ってるんですね。ただし、 思いっきり編成式になってしまうんであの未来の映像に入っちゃうんで、えー、っと帰りどうやって帰ったか覚えてないとかですね、えー、帰りの電車、まあ、例えば地下鉄で帰ったり電車で帰ったりすると帰りのそのコーチングセッション終わった後のあの家までたどり着くその感覚がないんですよね記憶が飛んでる感じ。 えー、よくあるのが、えー、電車で降りる駅を間違えるとかですねすごく気をつけてるくせにあ次だって、まあ、前の駅で気づいてるのに2つぐらい乗り,越しちゃ乗り過ごしてしまったとかっていうのも何回もあるんですねこれがまさに変成式の状態になって、えー、頭の中別のところに行っちゃってるっていう時に起きるなんかもう,もう信じられないようなあの。まあ ミスみたいいなことですよね過ちっていうか <laughs> あの仕事の中でもこの編成式に入るとですねもう信じられないようなミスをしてくるあの人もいるんですけれどもこれ、えっと、実はコーチングをやって、えー、プロのコーチとしてですねあの日頃そういう不思議なことがいっぱい周りで起きたり実はするんですね。それはあの徹底的にこういう技を学んでいくとですね ん、えー、んててううううででしょうそういうことが起きてくるんですよね自分のその変性意識状態、まあ、でコントロールしてますけれどもその状態がですね、うん、周りの人にそういう強烈な変性意識の状態を作り出してあのとんでもないミスとかあのなんか例えばレストランに行ったら、えー、とウェイトレスがいきなりガシャーンってこう水を落としてばらまいたりとかね あとはあの注文を間違えたりとかもうそういうのはね割としょっちゅうに起きるしょっちゅう起きることなんですよね。そういうそのなんかこう、うん、なんて言うんでしょうまさに強烈な変性意識状態、まあ、コントロールしてますけどそういうものが。 えと同調してですね周りにそういう影響を与えていくともちろんコーチングセッションの時は未来に向けての編成式状態を作っていくのでこれがスすトマン外したりとかですねもともと達成方法全く分かんないところから次から次へとアイディアが出てきたりするようなねゴールを達成するためのアイディアが出てきたりするようなことが起きてきますというところ当然ながらコーチングセッションの方がとても重要なあの要素なんですけれども。 まあこういうことを徹底的に学ぶということですね。結果としてそういうことが起きてきますよということなんですけど、ええー、まあ例えば、友内博士のあの、まあ、最近 CD がついてるのもちょっと少ないかもしれないですけどね、あの、音源、機能音源がついてる CD とか、えー、っと、そういう教材とかあると思うんですけれども、本当に編成意識に入っちゃうんですよね。そういう、あの、そういうふうに仕込まれてます。えー、っと、機能音源なので <laughs>。 私は解説するまでもないですけどそういうふうに書かれてると思うんですがあの気をつけなきゃいけないのはそういうあの結構高額な、えー、っと機能音源の,あの CD のセットみたいなものを買うとですねあの書いてあると思うんですけども車の運転の時には聞かないようにしてくださいみたいな話ですよね。えー、っとあっち頭は別な世界に入っちゃうんであのなんて言うんでしょう事故ったりするとかね 危うく、あのー、道を間違えるぐらいだったらいいですけど <laughs>、えー、事故っちゃったりする場合も、あのー、あるんで気をつけなきゃいけませんでそれがまさに、あのー、別もう徹底的に別なことを考えてそちらが自分の頭の中がリアルになっちゃうっていう状況ですよね。そういうことをだから人間の脳はそういうことが起きるようにできてるんですけれどもそれをうまく活用して。 ゴール達成のためにこういうものを使っていくという、ねえー、ことこういう技を使っていくあの技術を使っていくということなんでこれこそなかなか本で学びましたとはなかなか口が裂けても言えないで今もあのこういうスキルとかですね技術とかを自分なりに日々実践しながらもしくはそういうあの、ま、あのコントロールしながら使いながら あこういう意味があるんだなとかっていうその博士が言ってる説明してくれた本当の意味のその奥にあるものをなんか見つけることも多々あるんですよね。えー、割と頻繁にそういうことが起きてあなるほどこう言ってたことはこういう意味があるんだとその奥にはこういうことを。 が本質ととしてあるんだねとま,まさにその本質だと思ったところからまたしばらくしたらそのさ,さらに先があったりみたいなことも当然あるんで延々とこの学び続けてその深みをあの体感していくっていうことではあるんですけどねそういう幅の広い奥の深いあの理論体系であり技術体系であるということをまず押さえておいていただきたいなと思いますでこれはもちろんあの身につけたら一生ものなんで えともちろんそんな簡単にはあの学べないんですよねやっぱりそれだけの場所でそれだけの空間を作って人から人へきちんと伝えていくっていうことでもあるので、えー、とまるち博士はそういう空間を作ってくれてます。で我々はあのマスターコーチとして、えー、とコーチを養成する育成する側になってますけれどもその中でもですね、えー、と場を共有してでしかやっぱり伝えられないものだとして。 これはまた別なものとして、えー、別なものっておかしいですけどもあのやっぱり、えー、とセミナーとかですねあとはコーチングをあの申し込んでいただくとかあとはまあ認定講座に入っていただくとかっていう形での、えー、そういう空間の中で初めて、えー、としっかりとお伝えしていくと顔と顔を見ながらですね無意識から無意識へきちんと伝えていくという。 口で説明できるところか説明しますけどもその中身の非言語の部分は本当にもう体感に落とし込むしかないんで,でそういうものをしっかりと伝えていくということだから認定講座が1年間あるっていうのはその,あのベースを作っていくことですよねでじゃあ1年間で学びきれるのかってのあのベースはできるけどそこからさらに深めていくのはもう個人個人でやるしかない。もちろんそれは えー、我々がいろんなところで、あのー、お伝えしていく場もあるのでそこにマスターコーチがやる講座とかを似てコーチが通うような実践報酬という講座があるのでその中でも学んでいただくことはできますけどねそれを磨きをずっとかけていくことによって、えー、レベルを上げていくということでもあると思います。 ここまでいったら終わりというものはないですからね延々とそれを深めていくっていうことをずっとやり続けるのかなというふうに思います。ということで、えーとまあ、最後にこれは告知になるんですけど認定講座にはそういうことを学ぶというあのまあ大きな柱があるんですよと理論をねあの、えー、っと学んでいくっていうこともあるけれども非言語のそういう技術とかスキルをきちんと あの場を共有しながら学んでいくということも当然ながら大きな柱。というか博士はそこがメインだって言ってるくらいですからあの、そこに興味ある方はぜひ、えー、説明会も定期的にやってるので飛び込んでいただきたいと思うし、まあ、最後、あのまあ、宣伝みたいになりますけれども、あの定期的にセミナーもやってます。えー、そのセミナーでぜひあの、まあ大、大体がそういう内容で、いろんな表向きの内容はありますけれども、場を共有してその場でバッとこう、 ナビフォー書き換えっていうあの技を我々はあの使ってですね場を作ってるのでそれはあの、えー、来ていただければと思います、うん、貴重なあのそういう体感を得られるはずですので、えー、とぜひ今みたいなあの流れでたっぷりあの、えー、体感していただける場を作ってますんでぜひ来ていただければと思います えー、2020年もですね、あのまあ、これをいつ聞くかにもよりますけれども、えー、っと1月下旬ぐらいに新春のセミナーもあります。まあ、これはあの、えー、期間が過ぎてたら、えー、また次のチャンスを狙っていただきたいですけどかなり本格的にエッセンスをあの圧縮してお伝えする場を作りますので、えー、ぜひチェックしてみてください。えー、今日は以上ですワクワク様です様した